い、どうも、田原元成です。この動画で明日の重症予想、そして、ウィンハイブ対象例、スイスから良い評価場、この二つをやっていきたいと思っております。明日は東西で20勝あるんですが、今回は共同通信杯、こちらの方を選択いたしました。この動画が何か参考になっていただければ、そう考えておりますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、やっていきましょう。今年の共同通信杯なんですが、本命は、ベラジオボンドにいたしました。こちら、週中のデータ分析、こちらの方でも高く評価したという、そんな一頭です。まあ、そのデータというのがですね、この過去10年の、このレースにおきまして、前走1800メーターから2000メーター、こちらの新馬戦を上がり最速で勝った馬、こちらの方が2111というね、そんな風な成績となっておりました。でその中にはですね、例えば3番人気1着だったダノンベルーガとか、リアルスティールなんかも含まれていたんですけれども、このなんかリアルスティールがね、すごく、このベラジオボンドに被る部分がありまして、リアルスティールが、阪神1800メーターを勝ってこのレースに臨んで、当時ドゥラメンテというね、化け物がいたんですけれども、そのドゥラメンテを下しての、重賞勝利を成し遂げました。で今回このまま一躍一番ということで1名の枠に入ったわけなんですけれども、この東京で言いますと、東京 2000m もちろん外枠が不利と言われているんですけれども、東京1008も大概外枠が不利という、ね、そんなコース形態になっておりまして、毎日王冠なんか見るとね、結構その一枠を引いたとか、内枠を引いた馬がそのままロスなく運んで、構想するというケースが後を絶たないという、そんな状況となっております。で今回のこの馬、内枠を取ったということで、まあ、ここでの比較はね、ジャンダルマンタルとか、そういったところになると思うんですけれども、その辺が結構外枠を取ったということで、そういった枠順のアドバンテージなんかも見逃すことができません。あともう一点ですね、前走のレースレベル、こちらについても補足をさせてください。まあ、当時この馬は勝ったわけなんですけれども、そのレースにおいてですね、2着から5着だった馬、要は掲示板内に入った馬の自走成績が2010馬券内図 100%、まあ、要するにベラジオボンド組みたいな、そんなようなね、ある種伝説とまでは言わないですけれども、そういった新馬戦のレベルの高さ、ここも一つ見逃せないとこだと考えております。やっぱこういったメンバー構成ですとね、特に3歳戦とか、そこになるとレースレベルっていうのは重要なんですけれども、このレースが意外なことにというか、前走新馬戦組が連勝を飾るという、ダノンベルガなんかもね、まさにそうだったというところなんですけれども、実績よりも意外と勢いというか、新馬戦のレベル次第では何とでもなるというのが、まだこの時期の、東京 1800m のこの一戦だと考えております。そして、それにふさわしいと僕は考えておりますので、今回の共同通信杯、本命はベラジオボンドにいたしました。で、ここからが相手なんですけれども、相手本戦にはですね、こちらも一戦一勝の前走新馬戦組、ジャスティン・ミラノを抜擢いたしました。まあ、こちらもデータの話になるんですけれども、この過去10年の共同通信杯において、前走東京2000メーター、こちらを勝った馬が2012ということでね、優秀な成績を残している、そこも一つの追い風という風になっております。この馬に関して言いますとね、前走が、任した馬がヘテンドールという馬なんですけれども、そちらの馬が次走あっさり勝ったということで、こちらもまたね、新馬戦勝ったばっかなんですけれども、前走のレセベル、これは十分に保証されていると考えております。まあ、クラシックに何頭も、これまで送り出しているよね、そんな名門級者の所属馬でもありますので、今回のこの3歳クラシック路線をね、見据えた上でも注目したい、そんな一頭です。でその後にジャンタルマンタルを置きました。このままですね、ちょっと珍しいローテーションというか、朝日杯勝ったら普通はやっぱ春まで全休というね、そんな感じなんですけれども、この冬の共同通信杯、ここに参戦するという運びとなっております。レース見るとね、ほんとセンスの塊みたいな、そんなような馬でして、前走なんか結構道中、うちの方でこれ揉まれてしまうさ、危険だぞみたいなとこがあったんですけれども、そこから3、4コーナーで、ちょっと位置取りを強引に主張しに行ったとこもあったんですが、それでもスッと位置取りを取ったことによって、直線いいところ通れた、そんな恩恵も多少はあったと考えております。まあ、とはいえ、恩恵同行で3連勝で簡単ではないんですけれども、その特に2走前ですね。2走前のゼイリー杯が内々にこだわって、インからスルッと抜ける京都外回りのね、ある種勝ちパターンみたいな、裏技勝ちパターンみたいなとこだったわけなんですけれども、それを東京でどういうふうに実現するか。ましては今回この枠順ですので、まあ、不利を受けないためには別に内に入る必要もないので、であれば外を回される可能性、回ってもいいのかなというところがありますので、そういった時に何かに刺されてしまう可能性とか、そういった部分はやっぱ考えなければということなので、まあ、人気、当然人気に押されているわけなんですけれども、そことのバランスでね、勝ち切れるかどうか、そこの部分でちょっとだけ評価を下げたという、そんな次第でございます。その後がフォスターボンドですね。まあ全体的に言いますと、今回の共同通信杯、いわゆる上がり馬的な、上がり馬というか、まあ新馬戦勝ったとか、未勝利勝ったとか、まだ重賞経験はおろか500万1勝クラス、その経験すらない馬を上位に取っているという、そんなところでございます。
でこの馬なんですが、新馬戦、そして前走とね、左回りの東京で連続好走を果たしておりまして、特に上がり3カロンがですね、いずれも上がり3カロン最速ということで、特に前走なんかですね、上がり3カロン2位だった馬との差で言いますと0秒8ということで、もうこの馬がただ1頭際立ったというそんな末脚を発揮しておりました。これ先ほどもちらっとね、ジャスティン・ミラーのところで言ったんですけれども、まあ、前走東京 2000m 組で臨むという一頭でもありまして、前走東京芝の 2000m で上がり最速だった馬が6年連続で馬券圏内に入っているというね、そんなところもありますので、この中では結構穴見読みという、そんな部分として捉えました。はい、続いてはWIN5対象レースですから、A 評価はこちらをやっていきたいと思っております。まずは京都ですね。京都の10レースなんですが、こちらの4頭が該当をいたしました。この中だとミラクルティアラですね、こちら前走まさかの競馬という感じになってしまいまして、道中10番手ということで13番手最高峰から競馬したようなところがあって、まあどう考えてもまあ普通の状態ではなかったよねというそんな状況でもありました。またその中にあってですね、勝ち馬と0秒8、まあ、5着か、5着ということで、そんなズタボロに負けたわけでもないので、やっぱ2走前、3走前、4走前と、前に行けばで連帯を果たしておりましたので、ここはまあスタートしてね、1コーナーでも馬券内か否かが決まりそうな、そんなような1頭なんですけれども、やっぱ減給では圧倒的に力が抜けておりますし、スタート5部だった時の可能性考えるとね、やっぱこの馬が最上位というね、そんな評価となっております。はい、続いて東京の10レースですね。こちらの4頭なんですが、この中だとペースセッティング、こちらの馬に僕は注目をしております。結構なんだろう、金層1004、1006、1007と距離をどんどん伸ばしているというね、そんな1頭が今回 1400m に再び矛先を向けるわけなんですけれども、その 1400m の3走前ですね、これ相当強かったと僕は考えております。当時初めてのダート戦だったんですけれども、1400m で、まあ、2着馬に4馬身ぐらいですかね、そんくらいの差をつけての勝利でした。それこそですね、3走前の3勝クラスなんかも距離短縮ローテで馬券圏内入っておりましたし、別に距離がね、短くなる分には問題ないと僕は考えております。確かに今回ちょっと前に行く馬がそこそこ多いというね、それは懸念としてはあるんですけれども、まあ、別に3走前とか、まあ、前走もそうでしたし、控えるければ全く問題はありません。それよりやっぱ、この馬に関しては距離が縮まること、そちらがだいぶプラスだと考えておりますので、今回はね、このような評価となっております。はい、続いては小倉の11レースですね。こちらの4頭なんですけれども、この中だと4歳馬のタマモブラック対、僕はこの馬に注目をしております。こちらの馬がですね、昨年も小倉の方を使われたわけでして、昨年が1月と2月、小倉連戦いたしまして、いずれも連帯を果たしたという、そんな1頭です。まあ、当時も含めてですね、それこそファルコンステークスとか、もう、構想全部道あるという、そんな特殊なね、そんな1頭ではあるわけなんですけれども、まあ、2走前に、両馬場の京都で4着というところがありまして、まあ、両馬場がね、全くダメとは思いません。で、前走が距離がやっぱ長かったというところもあったんですが、それでもですね、そこまでズタボロに負けたわけでもないという、着順こそ悪かったんですけれども、勝ち馬と0秒8で、道中4番手ぐらいからね、粘るところもありましたので、まあ、着実に力をつけているという、そんな印象が伺いました。やっぱ開催済んだこの時期になるとね、時計はどうしてもかかって、うちの方が荒れてくるというそんなところもありますので、このぐらいの枠順、まあ、真ん中ぐらいで、道中先行するんですけれども、馬場の真ん中を通って、抜けていく深夜ね、この馬に想定したいと、そう考えております。はい、続いては京都の11レースですね。こちらは1頭ずつ説明をさせてください。まあ、この中だとベラジオベラですね、この馬が1番手というか S 評価1頭目に上がったわけなんですけれども、まあ、前走が結構強い競馬で、プラス20キロぐらいの結構な大幅馬体重増だったんですけれども、それでもボッケレイニーだったりとかね、そういった歴戦の小馬を下したという、そんなような一戦でした。正直言ってここはレベル低いです。かなりこの頭数でもありますので、注目度としてもちょっと共同通信杯の方が注目されているようなね、そんな印象もなきにしもという感じではあるんですけれども、やっぱ目下の充実とですね、それに加えましてこの4歳で昨年日本ダービー4着ということで、距離適正もね 2200m 伸びても全く問題ないと考えております。結構 G1 使ってきた組がプラダリアだったりとかいるわけなんですけれども、であればこの馬が前走条件戦から十分に間隔を取っての参戦ということになりますので、やっぱ中心というね、そんなところにおいては信頼度高い、そんな一頭と言えるのではないでしょうか。で、その後がマテンローレオですね。こちらの馬が昨年のこのレースの2着馬となっております。まあ、この馬に関しては狙うところはわかりやすくてですね、非常にこう寒い時期が合っているという一頭でして、それこそ昨年のこのレースだったりとか、中日新聞杯とか、3歳の時の如月賞なんかもね、冬競馬での勝利でした。
ちょっと前走は何だろう、確かに枠順も最悪だった、しかも道中外を回らされすぎたというそんなところもあるんですけれども、ちょっと何だろうな、追いづらそうなそんな感じがありまして、一瞬外からぐーっと突き抜けるのかなと思ったんですけれども、そこからちょっと苦労したという、そんなところがありましたので、今回ちょっとね工夫をするのかなという、そんなところが僕の中では想定をしているんですね。まあ、何の工夫かと言いますと、もうインをつくというその可能性結構ありそうですね今回。まあ、下手したらポツンという可能性もなきにしも、ありそうだな、ありそうではあるんですけれども、出会っても直線もインをついて、というところもね、一つの勝ちパー勝つためにの想像図でも一つありますので、そういったところも踏まえて、このような評価というふうになっております。でその後がプラダリアですね。こちらのまあ2走前に京都外回りの重賞を勝ったというそんな一頭となっております。こちらの馬なんですけど、まあ、ミチュアルです。2走前勝っておりましたし、時計のかかる馬がすごい得意ということで、今の京都はね、すごく合っていると思うんですけれども、まあ、筋量が、まあ、今回58キロで、まあ、確かに過去2戦がですね、有馬記念とか、宝塚記念、いずれも G1 の、かなり強い相手だったんですけれども、その筋量に泣いたという可能性も、一つありますので、今回 G2 で、G2 だからといってね、必ずしも信頼度がめちゃくちゃできるかどうか、これちょっと半信半疑というね、そこは否めないと僕は考えております。こうなんかスパッと切れるタイプでもありませんので、こう立ち回りのなんとかという状況でもありますので、惨敗は僕ないとは思うんですけれども、なんかねこう展開だったりとか、そういった位置取りのちょっとした差におきまして、馬券外になってしまう可能性もちょっと考えたいところでのこの評価というふうになっております。でその後がブレイルブロッカーですね。こちらの上がり馬を抜擢いたしました。この馬の武器は切れ味です。金2走、イゼルマ上がり3ハロン上位の足で、特に2走前がですね、京都の芝外回りにおいて上がり3ハロン最速での勝利を飾っておりました。まあ、京都に関してはやっぱ舞台校舎を狙うというのがね、一つのセオリーでもありますし、前走見るから急半はちょっとどうだろうという、そこもちょっとあるんですけれども、それ以上にやっぱこの京都ステキ性を僕評価としたというところがありまして、2走前そして3走前といずれも京都の構想がありますので、この舞台でも軽視は禁物、僕はそう考えております。はい、次で東京の11レースですね。こちらさっきの復習というそんな感じなんですけれども、まあベラジオボンド、そしてジャスティンミラーの、いずれも前走新馬戦組ということで、このレースが非常にこう新馬戦組の相性がいいというね、そんなところを鑑みつつ、前走のレベルを加味しての評価となっております。で、ジャンタルマンタル、このまあ実績馬なんですけれども、外枠ということでね、まあ、ちょっとだけ評価を下げたというそんなところでして、それの対抗馬というか、穴っぽいところで言うとポスターボンドですね。こちら東京での切れ味を評価したそんな次第でございます。はい、以上で京都通信杯の予想と、ウィンハイブ対象レースですから、いい評価は、この2つは終了となります。来週はですね、いよいよ今年の JRA 最初の G1 のフェブラリーステークスが開催されるということで、まずはね、データ分析の方から紐解いていきたいと、そういうふうに考えております。この動画が何か参考になったら、ぜひね、チャンネル登録などもよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。